大相撲の第64代横綱でプロレスラーの明けの太郎さんが心不全のため東京近郊の病院で死去した54歳だった関係者によるとリハビリのため入院していた病院で家族と会話できる状態だったが容体が急変し亡くなったという4月に入ってからで死亡日時は公表していない葬儀・告別式は近親者のみで営む予定写真 入院中のアケボノさんの姿美人妻息子二人と家族ショット。アケボノさんはハワイから来日し、203センチの巨体を武器に史上初の外国出身横綱に昇進。1988年春場所初土俵の同期生でライバルの横綱、貴乃花らと一時代を築き、引退後は格闘家に転身。総合格闘技からプロレスと活躍した。 2017年4月11日に福岡・大牟田市内でのプロレス団体 DDT の主催試合に出場試合後に体調の異変を訴え救急車で福岡県内の病院に搬送され当初は右足放火かオリエント感染症により現在病院にて療養中と発表していたその後意識は回復し東京近郊の病院でリハビリを続けていた さんはハワイオアフ島出身でバスケットボールに打ち込んでいたがコーチと意見の食い違いから3ヶ月で大学を中退した同じハワイ出身の先々代東刊親方元関脇高見山にスカウトされ88年2月に来日同年春場所で初土俵を踏んだ長い手足と巨体を生かした強烈な突き押しを武器に 序の口から18場所連続勝ち越しの歴代1位の記録を樹立。93年初場所には連続優勝を果たして史上初の外国人横綱に昇進した。ライバル、と公言した同期の横綱、貴乃花と幕内での対戦成績が21勝21敗の全くの5分。あけぼの木時代、を築き、空前の相撲ブームに沸いた90年代の角界をけん引した。 優勝は歴代10位の通算11度。だが、200キロ以上の体重が災いして両膝の故障に苦しみ、2001年初場所限りで現役を引退した。3年11月に相撲協会を退職して格闘技に転向。デビューは同年大晦日のボブ・サップ。米国、戦、キックボクシングの K1 ルールで戦い1ラウンド KO 負け。 第二の格闘家人生では最初の2年間では一勝角田信明戦しかできなかった。それでも5年から挑んだプロレスでは助走をつけて巨体で体当たりする、アケボノスプラッシュなどでファンを魅了。13年10月には、ジャンボツルタ、三沢光春らも巻いた四方ベルト、三冠ヘビー級王座獲得に成功した。アケボノ太郎、アケボノ太郎、救命茶ドローエン 1969年5月8日、米ハワイ州生まれ。54歳、元高見山の東海親方にスカウトされ、若花田、高花田兄弟らと共に88年春に初土俵。90年春、新十両、同年秋に新入幕、92年夏場所後に大関昇進、93年初場所後に外国出身者として初の横綱昇進を果たす。 96年に日本国籍を取得優勝11回2001年初場所後に現役引退し東関部屋付きの親方に k 1参戦のため3年11月に退職したが13年に東関部屋の師範代に就任玲子夫人とは98年に結婚し一女二男がいる現役時代は身長201センチ体重233キロ